はい、どうも X です。はい、今日はアクト1、新しい世界やっていきたいと思います。さて、果たしてバッドボーイ17というのはどんなやつなんでしょうか。楽しみです。前にバッドボーイを雇った時はいつも素性を隠していた。それが奴らのやり方だ。突然会いたがるとは何かおかしい。奴のゲームには乗れない。何が目的だ。はい、ってことでバッドボーイ17、17ってことは17歳ってこと？違うか。バッドボーイ。え？バッドボーイセブンティーンか。何なんだよ。バッドボーイセブンティーンか。クララよ。クララね。17歳には見えない。悪ガキには見える？怪しい奴には見えるな。あまり怖がらないで。怖がらずに済む理由がないな。被害妄想ね。妄想？人生をめちゃくちゃにされて、家族を脅されて、謎のバッドボーイに会おうと言われる。すると彼は女だった。嘘つきだな。信じさせてくれ、クララ。信じる必要はない。でも話を聞いて。送ってくれた携帯のメール、送信者を見つけられるの。ああ、わざわざ会う必要はなかったな。違う。デッドセックのシステムハック、これが欲しかったんでしょ。手に入れたのか。もっと優しくしてよね。新しい世界を見せてあげるんだから。ああ、昔同じことを言った女がいたな。汚い仕事にはこれを使うの。アクセスできることは知られていない。盗んだのか。強力な道具よ。バカな真似はやめて。下手に使うと怪我じゃ済まないわ。どうせ信頼してないんだろ。なら信頼させてみてよ。いいだろう。メールの送信者はどうやって見つける？協力するの。今送ったものを使ってね。私は信号をたどる。想像してたのと違うな。そっちは想像通りね、エイデン。ということで、新スキルが解除されたので解除してみたいと思います。まあ14もあれば全部解除できるかな。まずは、4ポイント。ちょっと待ってよ。チームパイプ、ヘリ停止、どれが有効なんだろう。こっちは
フォーカスの持続時間が上昇。これはつけた方がいいね。バレットレジスタンス。俺下手くそやからね。はい、承諾。そしてもう一個あんのか。爆発で受けるダメージを大幅に軽減。ちょっと待って、その前にやはりこれでしょ、停電。よし、ついに手に入ったで、停電が。ああ、これもいいね。一瞬でフォーカスを大幅に回復させるピル。粘着爆弾。タイヤがパンクしにくくなる。うわ、これはいい。オフロードのハンドリング、これもつけておこう。はい、あとは選べないかな、今の時点で。いや、バッドボーイか、それともクララか。わかりやすくするわ。どう、例の電話の男だけど、なかなかやるわね。アドレスを CTOS のオフィスタワーに経由させてる。顧客サービス、従業員、役員、そういう類よ。オフィスタワーか。システムに侵入する必要があるわね。アクセスできたら奴を見つけてあげる。一番脆弱なポイントから侵入できる。搬入口はどこにある？多分地下ね、トンネルの中。そこから始めよう。手荒に扱ってすまなかった。理由は分かってる。怖がらせたかったんでしょ。教科書通りね。急接近して視線を送る、そして接触。隙を探してたのね。それで見つかったの？さあどうだろうな。ってことで、はい、目標ここですね。よし、それでは向かっていきましょう。失敗。いたたたた。あ、もうここか。さて、そしたら新しい世界を見るときだ。どっから侵入しよう。とりあえずカメラ。カメラがあるね。はいはいはい。
おーおーおー。で、よくわからんが、とりあえずいろんなことをやってみよう。What the? Oh, fuck me. Nothing over here, moving on. Fuck. Watch yourself. はいはい。これ以上持てない？どうすりゃいいんだこれ。マジか、どうやんだこれ。強行突破でいくか。そしたら、
Whoa! He's wounded. Finish it. ダメじゃん。おお、どうやんねんこれ。